19号では17号で組み立てたエンジンにエアバルブ、リンケージを取り付け、さらに18号で付属したエンジンベイを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にエンジン上部にパーツ01のエアバルブをはめ込みます。このパーツにパーツ02のホースがすでについているときはそのまま作業してください。エアバルブについたホースをインテークマニホールドにはめ込みます。ここは外れやすい場合は接着しても構いません。次にエアバルブについているパーツ02のホースをインダクションボックスの上部の穴に差し込みます。ここも外れやすい場合は接着します。次にパーツ03のホースをヘッドカバーとインダクションボックスに差し込みます。ここも外れやすい時は接着しても構いません。次に10号で取り付けたリンケージにパーツ04のリンケージを接着します。次に18号で付属したエンジンベイにパーツ05と06のブラケットを差し込みます。取り付けたブラケットにパーツ07のリンケージの両端を差し込みます。次にパーツ09のクラッチマスターシリンダーにパーツ08のリザーブタンクをはめ込みます。組み立てたマスターシリンダーをエンジンベイに差し込みます。これで19号の作業は終了です。Shit.